こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2023年の6月14日を2時間40分ほど過ぎてますけど、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は38.06ということで、なかなか40円いきそうで行ってくれませんね。はい、昨日でしたかね。一瞬だけまあ行ってるは行ってるんですけど、その後また落ちてきて、で、なんかこの形を見るとね、なんかもう、上をついてる感じでもなくなってきて、ちょっとこのまま下にまた戻っていってしまうんじゃないかなっていう、ちょっと恐怖感に、駆られてしまうんですけど、いかがでしょうか。はい、ここ1週間、1ヶ月、他のチェーンとね、いろいろバラバラな動きをしてまして、まあ、ビットコインがかろうじてちょっと長期目線で見れば、維持をね、価格を維持してくれてるかなという感じですかね。はい、リップルはちょっとね、ガーンと上がってきたり、ちょっと訴訟の関係で大きく動いたりしてますね。はい、ではツイッター見ていきます。はい、ユータさんからカタリストファンド9以前、日本関連プロジェクトステータスというのが出てますね。カタリストファンド10の開始が迫る中、ところでファンド9以前の日本関連のプロジェクトはどうなっているのでしょうか。ステータスを一覧いたしましたので、チェックくださいと。はい、こちらですね。はい、ただ、まあ、内容の前に、ゆうとさんの仕事量の多さがすごいなと思って、改めて、感じますね。CIP の1694のイベントでいろいろお仕事されている中でですね、本当にこれとかね、いろいろやられてるんですけど、はい、すごいなと思います。今読みましたね。プロジェクト自体は、ファンド7以前のものは基本的に完了。ファンド8も多く完了。ファンド9は半分ぐらいが完了。チェックしてくださいと。DC スパークの件は、一覧から省いてますということで、完了報告書未受理。日本関連カタリストプロジェクト一覧ということです。で、この下には、完了案件かな？あ、まだですね。完了、未完了の案件。で、この後が、完了報告書受理済み案件。これが完了案件ですね。はい、これから、たくさんまた申請が出てくると思うんですけど、やっぱりこれまでのものがね、どうだったかっていうのをちょっと知っとかないと、なかなか投票も選べないと思うんですよね。はい、ですので、こちら、一個一個は見ませんけども、ちょっとこの表がどうなってるかをね、ちょっと見ていきたいと思います。はい、日本関連ということでね、日本人の申請、あるいは日本のためにというような案件が揃っていると思います。で、ファンド6が3件ですね。ファンド7が5件と。で、ファンド8がここからここまでなので、10件ちょっとですかね。はい、で、ファンド9が、まあ、ファンド9は一番最近のやつなので、まあ、まだね、仕事が残っている方も多いと思います。はい、で、このあたりが、完了してはいるということですね。はい、で、まだ完了できるかどうか確認しているところ。まあ、大体、ファンド8までのものは完了しているものが多いということで、まだ、完了報告書が審査中とか作成中とか。はい、ただ、ファンド8でも1年以上経ってるんでね。はい、その計画がもともと1年以上かかるものだったらいいんですけど、そうじゃないものは、ちょっとね、どんなものかっていうチェックできればした方がいいかもしれません。で、私自身もこれで、審査待ち報告出したというものの、これも、エキスポ2回やって半年ぐらい伸ばしてるので、ね、やっぱそれぞれビジネスの事情があって、怠慢っていう意味じゃなくてね、伸ばしてるものあると思うんでね、まあ、そこら辺の判定をするために、全部調べるかっていうと、なかなかね、そこまでは大変だと思うんですけど、次投票する人のね、前の履歴とか、どんな頑張ってくれてるのかっていうのを把握するのはね、必要かなと思います。はい、で、こちらは終わっているものですね。はい、いろいろ SPO とか DID とか、タウンホールチーム、ミートアップ、いろいろトランスレーションとか、いろいろありますね。なので、これ終わったものは、やっぱり何かアプリができてるとか、コミュニティを作ったとかね、いろいろあると思うので、逆にこれを知って、まあ、使っていければね、できれば使っていきたいというところですよね。はい。
ちょっと自分もね、ちょっと気をつけて、せっかく作ってくれてるのがあれば、それを使うとか、NFT 出してれば触ってみるとかね、ちょっとしてみたいなと思いますし、コミュニティがそうやってちょっと盛り上げていくと、やっぱり、彼ら、私もやりましたけど、の成果がね、より大きくなるということですので、やっていきたいと思います。はい、さっきセバスチャンさんの案件は、ツイッター振ればわかるというふうに書いてましたけど、本当にツイートされてますね。カルダネイダー DC セバスチャンさんが手掛けるパイまでのオンチェーンゲームがリリースされました。直感的に遊びます。11ウォレットで署名していくのがオンチェーンゲームが多かったですと。1回戦目なんとなく買ってましたということで、はい、もうゲームをね、やられたんですね。早いな、さすがに。はい、こんなゲームみたいですね、はい。自分もやりたいと思ってるんですけど、まだ触ってません。はい、さらに、もう一つ、以下、似てますが違います。ご注意くださいと。とりあえず、チャールズから DM で話しきられたら、すべて、詐欺ですと。チャールズさんのテレグラムのハンドル、偽チャールズのテレグラムハンドルと。これだけ見ると分かんないんですけど、ここに書いてあるように、L と I ですね。はい、大文字の i と小文字の l か。まあ、こう、書けばね、こうなんですけど、活字にすると一緒に見えてしまうよということで、まあ、今、冬の時代ですけども、開発がね、進んでいるところが逆に目立つということで、体の開発が進んでますよとか、TVL がね、大きいですよという話で、体が結構目立ってきているということで、やっぱ詐欺もね、そこに、注目して、体のを攻めてくると、そこに乗じてね、突っ込んでくるということですので、ね、ちょっと気をつけた方がいいと思います。はい、話変わりまして、シトンさん、米国があってもなくても暗号通貨を反映する。議会は運転席に座り、アメリカの人々と産業に規制の明確さ、確実性、信頼性、競争力を提供する法案を可決しなければなりません。それ以外は受け入れられません。SEC 安定化法案をウォーレン・デイビッドソンと一緒に提出した米下院議員の委員会での発言ということで、まあ、アメリカ結構ね、動きが本当に激しいですね、最近。はい、コーヒーさんからは、ケニアの大統領はアフリカ諸国に対して、国際取引でドルの使用を停止するよう呼びかけ、アフリカの夜明けとアメリカの黄昏を感じますね、ということで、はい、まあ、アメリカがね、だいぶいろいろ弱まっているというのがこちらからもわかるということですね。はい、コインテレグラフからは、米 SEC とバイナンス US 資産凍結回避に向けて協議することで合意と。はい、少しだけ読みますと、バイナンス US と SEC はバイナンス US の資産凍結を回避するため向けて、協力することで合意した。ブルームバーグによれば、米連邦地方裁判所の判事が両組織に対して顧客資金を保護しながら取引所を閉鎖せずに済むような妥協案に取り組むよう下級判事に付託した。完全に閉鎖することは企業だけでなくデジタル資産市場全体にも大きな影響を与えるだろうとジャクソン判事は審理で語ったということですね。はい、少し落ち着く方向に行くんでしょうかね。はい、ちょっと今経済指標の発表があったみたいですね。はい、3時、午前3時 FMC かな。はい、ドル円がね、パーンと跳ねて140円台に突入したということです。まあ、もともと139円台で140円いったりしてたんですけど、またね、ちょっと円安の方に向かいかけているという感じですかね。はい、エイダの方はちょっと今こうヒゲがね、ついてますけど、この後どうなるでしょうかね。まあ、そんなに大きくは動かないかなという感じですかね。はい、少し下がってます。37.98 円。14,012.9×37.98 で元本が10万円ですので、計算しますと43万2210円のプラスということになりまして、 432.2% のプラスということです。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。